今日はですね、まあ皆さんあるでしょ、こうなんていうの、こう気分が乗らねえとき。元ブログとかさ、こうなんかこう陽気にさ、こうパーッとこう話す気分じゃねえときっていう、なんかこう気乗りしないときってあるでしょ。まあ今日はごめんなさい、そんな感じなんで、あんまり撮んない方がいいような日なんだけど、まあそんな時にはさ、こうむしろこうなんていうのかな、話すのが気が進まないような話をした方が帰っていいのかなと。こう話すのがこう気乗りしない日に、普段だったらこうあまり話す気になれない話をするっていうのは、まあ、むしろいい、まあ、20ダブル効果でいいのかなみたいな。昔の話を一つさせていただこうかなと、思います。まあこれね、なんていうのかな、俺の性格的なことなのかもしれないけど、なんていうのかな、こうほんのちょっとしたこととか、ほんの些細なことでさ、なんていうのかな、まあ好きだったっていうか、嫌いじゃなかった人が急に嫌いになったりとか、それとか逆のパターンで、好きでもなかった人が急に好きになったりとかって、こういうことって結構、皆さんないですか。もう俺はあるんだよね。まあそんなことを話していこうかなと思います。はい、こんにちは、その神です。はい、今日話すことっていうのは、まあ言ったら俺の恥の話になるんだけど、まああまりちょっとこう話しにくい話ではあるんだよね。それでまあ通常ね、気分がこうノリノリの時にこういう話っていうのはあまり、話す気になれないんで、まあ今日みたいなね、あまりこう元ブログノリノリで話す気になれない日、まあこういう日に、話しちゃおうかなというふうに、思いましたんでね、今話をしようと思うんですけど、そうですね、まあこれその波が20代、後半の頃の、話です。はい、まあ空波はですね、人生の中で、まあ結婚ね、結婚ということを、意識した、ことが3回ありました。はい、一つはね、もう学生時代からずっとお付き合いをしていた、女性がいたんですね。社会人になって、もう続いて、いきました。まあそしてね、2回目っていうのはね、まあこれ実はガチで、結婚の意思を固めていた方がいらっしゃるんですよ。でこの人はね、27歳、その名前が27歳ぐらい、の時に、まあ、お付き合いを始めた、女性なんですけどね、まあ、もうこの時はもうね、年も比較的いい年でしたし、もう結婚という文字が頭に、ありました。まあ、交際も順調でね、で非常にね、なんていうのかな、俺にとっては本当にもったいない人で、本当になんかこう才色兼備の女性でね、仕事もすごくできる方だし、まあ、見た目はなんていうんだろうな、こう原田知世さんみたいな、感じの見た目の女性でね、本当に綺麗な方だったんですね。で逆になんでこんな綺麗な人が俺と結婚してくれるっていうか、付き合ってくれるっていうか、なんだろうなって、逆にすごく不思議に、思っていた相手だったんです。でもちろん僕も彼女のことを好きで、いたつもりなんですよ、つもりなんです、つもりだったんですけど、で交際、まあ2年ぐらいしてですね、でまあそろそろお互い両親に、
ね、あってっていうことで、うん、まあお互いがお互いのね両親と、まあ、顔合わせをしまして挨拶をね、はい、しました、うん、で、うん、実際にね、うん、こう結婚式の具体的な、日取りとかをね、相談したり、うん、まあ、結婚式の席次をこう決めたりとかするとか、まあ、カラオケボックスでね、うん、まあ、結婚式の曲を決めたりとか、そういうことをね、してました、うん、で、まあ、俺はこの人とずっと、ね、暮らしていくんだろうなっていうふうにね、ある日まではね、そういうふうに思ってたんですよ、うん、ある日までは思ってたんです。だけど、うん、新婚旅行とかね、そういうところの話をしていた時に、彼女がですね、あるたった一言なんですよ。本当たった一言、本当たった一言なの。ある言葉をね発したんですよ、うん、うん、まあ、とある、まあ、なんていうの、国っていうか、とある島っていうか、まあ、そういうところの話題になった時にね、とある言葉を発したんですよね。で、その言葉をね聞いた瞬間にね、俺ね、こうなんていうんだろうな、って思ったんですよね、うん、それがなんかこの人から、こういう言葉っていうのが、出てくるっていうのが俺は出てくるとは思わなかったんだよね。で、それが信じられなくて一回聞き返しちゃったんですよね。えって言って、え、何って言って聞き返しちゃったんですけど、それなんて言うんだろうな、本当に難しいんだけど、まあ、例えば、今ね、俺もう夫婦として今嫁さんと十何年だ、もう15年、暮らしているけども、嫁さんがいろんな、もう本当に今日つくこととかね、意外なこととかいろいろ言うんだけど、そういう風に、なんていうのかな、っていう風に思ったことって一回もないんですよね。だけど、その時は、その彼女に対して、そう思ってしまったんですよね。で、そう思ってしまうと、もうね、一歩も前に進めなくなるんですよね。まあ、でも俺の気持ちがそうなっても、もう周りとか、まあ、彼女っていうのはそれがわからないですから、どん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 こう話が先に進んでいくんですよね。で、自分の中では、これどうしようどうしよう、俺どうしようどうしようっていう風になるだけで、うん、本当になんて言ったらいいのかな、ちょっと今気持ちをね、こう言葉では言い表せない気持ちだったですね。でもうこのままじゃダメだなってある時思って、ある日ね、その交際してる女性のね、家に行った時にね、まあ、食事をね、ごちそうになりに行ったんです。で、その時に、俺その時その、まあ、女性、相手の女性にもね、まだ自分の気持ちっていうのはちゃんと言えてなかったんですけど、本当にね、っていうか言えなかった、言えなかったんですよね、うん、言えなかった。でもやっぱり言わなきゃいけないって思って、そういう気持ちが強くて、でね、その時ね、俺ね言ったんですよ、うん、向こうの両親、うん、前にしてね、すいません、うん、今回この、結婚をねさせていただくっていう、話は一度なかったことにさせていただきたいですっていう風に、言ったんですよ、うん。で、その時に向こうの両親がね、二人とも、うん、キョトンとしちゃって、ね、まあ、一番びっくりしてたのは多分その交際してた女性だと思うんですけど、うん、で、まあ、ただその時もね、こう怒ったりせずにね、まあ、君たち二人の問題なんだからね、ちゃんともっとよく話し合って、で、まあ、ちゃんと、うん、まあ、決めてからね、もう一回、私たちに、話しに来てくれないだろうかというふうに言っていただいてですね、うん、
まあ、その後、しばらく彼女とね、いろいろ話をしたんですよ。でただね、やっぱり原因を聞かれるんですよね、彼女に。まあ当然でしょうね。まあ俺が逆の立場でも多分聞くと思うんで、原因を聞かれるんですけど、そのどうしてもね、そのたった、まあ、あなたが発したたった一言が原因っていうことがね、どうしても、言えなくて、本当に、まあ、彼女にはね、他に好きな、女の人ができたんじゃないかとかね、まあいろいろ疑うこともあったと思うし、苦しめて、しまったんじゃないかなというふうにね、思いますけれども、で本当にね、ひどい、その女性に対してはね、ひどい仕打ちをしたと今でも、思っております。ひどい男ですね、本当に。申し訳ない気持ちで本当にいっぱいですね。まあでもね、こう結論というか、今結果からしてね、話をさせていただけるのであれば、俺ね、結果的にね、その時、彼女と一緒にならなくてよかったと思っているんです。彼女と一緒になっていても、幸せになれたのかもしれないです。そのまま我慢してね、まあ、自分が、そういうこの人と、暮らしても大丈夫なんだろうかっていう気持ちをね、押し殺したまま彼女と結婚して、生きていったとしてもね、それでも、俺は幸せに暮らしていけたのかもしれませんけれども、まあただね、一つだけ言えるのは、今俺が生きている以上には、きっと幸せになれなかっただろうなということはですね、まあこれなんとなくですが、はっきりと肌で感じるんですね。あの時あの人と結婚していてもね、決して今ほどは幸せじゃなかったんじゃないかなと、まあこれははっきり分かるんですよ。でまあその反面ね、まあ、これは後に風の便りで聞いたのと、あとまあ彼女との手紙のやり取りも過去何度かその後もしたことで分かっているんですけれども、まあ、彼女はですね、その後、まあ、こう空波と別れた後ですね、まあ本当になんていうのかな、いい巡り合いがあった、ということで、外国にね、勤務するようなね、本当に素敵な旦那様に巡り会えてですね、まあ今はね、まあ外国で、ずっと暮らしていらっしゃるようです。俺はなんていうのかな、こう夫婦っていうのはある意味こう似てるとか似てないとかね、同じ考えを持ってるとか考えを持ってないとかじゃなくて、まあ、ある意味なんていうかな、こう魂の双子っていうか、そういった面が、ないとね、なかなかこうずっと他人同士が一緒に暮らしていくっていうことは難しいと思うんですよ。まあですので、その、ちょっとでもね、ちょっとした本当に一言とかちょっとしたことでも、これは絶対に自分としては受け入れられない、部分だというのが、相手に対して見えてしまった時というのは、これは俺は、なんていうのかな、よくよく、考えた方が、いいんじゃないかなって、いうふうに、今でも、思います。はい、その時、結婚していればね、原田知世似の、奥さんを、持つチャンスだったんですけどね。まあでも今うちの奥さんね、昔はね、涌井絵美とかね、それとかあと誰だっけ、竹
武豊の奥さん、誰だ名前忘れた佐野涼子か佐野涼子にね、似てるって言われたことがあるみたいですけどね。まあ、全然似てないですけど